本田健の人生相談、ディア健ナビゲーターの小林まどかです。今回は2月11日、ハリウッド映画監督のバーネット・ベインさんをゲストにお招きして東京で開催される、健さんのワンデーセミナー、あなたの中に眠る創造性を解放して最高の人生を生きる。こちらの開催を記念して、本田健がバーネット・ベイン監督から学んだ自分の中に眠るクリエイティビティを高める5つの方法というテーマで、 特別版お送りしたいと思いますけんさん改めてよろしくお願い,いたします、はい、よろしくお願いします、えー、さて、えー、2月にあの改めてお呼びするということで、はいえー、バーネット・ベインさんなんですけれどもどんな方なのかというところから教えていただけますか、はいはい、彼はですね、えーえー、アメリカのハリウッドで、えー、映画監督そしてコロンビア大学の大学の先生、はい、そしてクリエイティビティあの創造性に関しての エグゼクティブコーチングとか講演とかを世界中にやられている方なんですね、えー、であの彼は TLC メンバーでもありまして、えー、実は僕が大好きなロビン・ウィリアムズの奇跡の輝きっていう映画があるんですけどそれのプロデューサーなんですよね、えー、まあ、どドカスもご覧になりましたもう私大好きな映画ですねあれ本当に素敵ですよね、えー、僕も人生トップ5に入る映画なんですけど、えー、地獄にね奥さんを助けに行く、えー まだその時代としてそこまで <laughs> 例えばそのリンカーネーションとか、うん、あんまりそこまで時代の色が強くない時にできた先駆けの映画じゃないかなっていう感じですよね。うん、そ,そ,そ,それもハリウッドのメジャー映画がね「ねだンネ・テイソーテーマにするっていうので結構キリスト教会から批判はあったらしいんですけどそういう数々の素晴らしい作品、まあ、スピリチュアル、うん だったり自己啓発だったりするんですけど、えー、その分野での第一人者なんです。はい、で、それはしてたので、えー、もう TLC でも話しかけたくてね。<laughs> えー、でもいつも人気者でいろんな人たちに話しかあのかけられちゃってるんですよ。で、えーね、なんかこうモジモジみたいな感じのあの感じで話あの時に、えー、あの BNI っていう朝食会で有名なあのアイバンマイズナー博士っているんですけど、であの彼と話をして実はあの彼と話したいんだけどなかなか。 あのみんな忙しそうでみたいな感じの話をしたら「えー、あじゃあ僕は話してあげるよ」って言って、えー、であの言ってくれてあじゃあケン話そうみたいなことで,で<ー>も10分15分ぐらいかな、はい、話したのがきっかけで親しくなったんですけど、えー、であの今僕が映画、えー、英語のねの「ハッピーマネー」っていう本をあのこれを映像にしたいんだっていう話をしまして「でシークレット」の続編みたいなものを撮りたいんだけどよかったらアドバイスしてくれないかなって。 いいいいきななり監督しててくくれって言いにくいじゃないですかアドバイスしてほしいんだけどって言ったら「あ,あもう喜んで」ってことからアドバイスをしてくれるようになってでたまたま彼のスケジュールが今年の7月まで空いてるってことを7月からまたトロントで映画1年ぐらいの制作に入るんですけど<ー>それまではフリーなので講演やったりコーチングやったりとかするっていうからよかったらちょっとあの僕の映画を。 その撮るのは難しくてもアドバイザーになってくれないかって言ったら「いや撮ってもいいよ」ってことを言ってくださって「ええー」って話だったんですけど、えー、その,マリ,あのマリブにねご自宅があってあのレディー・ガガとかセレブが住んでるところに、はい、で自宅に遊びにおいでよってそこでミーティングやろうって話だったんですがなんとなんと僕が行くへん、えー、の日がですねマリブ一帯が火事になりまして。 でそのバーネット監督の,えあの家が全焼してしまったんですよね、はい、なのであのよかったら延期しますかって<ー>そのなんか僕アメリカに行くとかもあの落ち着かないでしょうしね<ー>って言ったらもうなんか家が燃えちゃってやることは何もないんだと<ー>なのでよかったら僕らが日本に行くから日本で、えー、いろんなことをその話そうじゃないかってことでああそれだったらってことで,<ー>でそして奥様も「 えー、ご招待して二人に来てもらったんですよ、えー。じゃ当初は健さんがアメリカのご自宅に、はい、そのマニマのご自宅に伺う予定だったんですねう,うすちが。でそれが家が焼けちゃったってことがありまして、はい、で日本に来てくれるってことになったんですね。あそれで、はい、最初にいらしたのが去年の2018年の12月に奥様と。 まあご招待といいいいううか来てたただで彼の人柄をよく知ることになって<ー>でその例えば彼が17歳で映画の世界に入ったんですけど<ー>あのアルバイトで入ったっていうからどの映画だったのってなんかはちゃめちゃな,なんかコメディ映画かなと思ってよくわかんないのに入っちゃったと思ったらそれが「あのー、スター・ウォーズ」だったんですよね。 <laughs> そうそう。えー、なんか、ドタバタコメディーだと思ったそうです。なんかこう、カチャ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 、白い服のコスプレみたいなの走り回ったりだとか、あの、中ばっかの、おみたいなのが出てきたりだとか、なんじゃこれやみたいな。だって、SFX が全く入ってない状態で撮るわけでしょ。あ、そっか、はいで。そのバイトで使いパシリとかやってたところが、彼の映画デビューっていうか、映画の世界に入ったきっかけなんですよね。でも その作品がスターーウォーズっっっっってててて持持持ますすねやっぱりる <laughs> る人は持ってるんでそれからずっと映画界で彼は脚本の方から入ってるんですけど<ー>脚本家として名を成して、えー、っていうところなんですけど<ー>、まあ、とにかく多彩な人で<ー>あの今でもグーグルとかアップルとかいろんな人たちにあのトップの、ね、人たちにコンサルティングとかもしてるんですよね。 すごいですねいろんなすごい人が世界にはたくさんいるんですね。で,、はい、でまあ本当にあに奥様との関係も素晴らしくてもう結構30何年かな。<ー>であのもう20代で会った時からあのもう一目惚れっていうか、はい、あの最初ご飯食べに行ったらそのままあのいついちゃってそこからずっと一緒だとかって言ってましたけどいいいい <laughs> 最初のデートの時からずっとなんか。<ー> 一緒で、えー、であの奥様もすごくその大きな会社の社長をやってらっしゃったりとかしたんですよね。大企業の社長をやられてて、はい、っていうもうパワーカップルなんです。えー、で、あの、えー、映画の話をしたらあの、どうせやったらハリウッドで撮るのはつまんないから、まあハリウッドでも撮るんですけど、はい、あの日本で撮ろうよってことで、はい、2> で2月また来日する来日して、実はあの映画はまあ僕のシーンから始まるんですけど、その撮ってくださることになりまして。えー でそれでその、まあ、2日間日本で撮影するってことで、ええ、でそのよかったらもう少し観光も含めて残りませんかって話をしてた時に、はい、であの来年のね7月あ、まあ、当,当時ですよあの今年の7月まで何したいですかって言ったらコーチングしたりとかエグゼクティブ向けに。 創造性を高めるワークショップをするって言うから<ー>ど、どんな、どういう創造性がもともとそんな引き出せるもんなんですかって言って、<laughs> うん、いや、エキゼクティブとかこそ創造性がいるんだよって、いう話を聞いて、<ー>いや、面白いなと思って、僕はそれをまず勉強したいってなったんですよね、はい。それで、じゃどこでやってるんですかって言ったら、ほとんどが大企業とかと雇われっていうか契約でやってるから、一般の人は受け付けないんだって。あ<ー>まあ、それはそうですよね。企業の中でやるから。えーえー、えーって。 じゃあ、三、その、三時間とか半日とか一日とかでできるのって言って、まあ一日あれば、あの、そういうこう、想像性を高める、そして人生に奇跡を起きる、起こすための想像性の引き出し方みたいなのを教えられっていうから、もうよだれがつーっと垂れて、<laughs> あじゃあやってくれませんかっていう,うに言ったら、ああ、じゃあいいよっていうので、一日取ってくださったんですね。 でもこのタイトルがだからクリエイティビティですから今までのケンさんのいろんなセミナーの中でもちょっとこう角度が違う内容になりそうですよね。そうです、ね、だからアーティストのため、えー、のハリウッド監督が教える、まあ、脚本家を教える、えー、映画監督であり脚本家であり創造性をどうやって引き出すのかっていうことのプロの先生が。えー 語るわけですからね、えー、そもそも創造性って、うん、じゃあ何なのっていうところなんですけど私たちどういうふうに解釈したらいいんですかまあ、創造性っていうものはどんな人にもあるってバーネットさんは言うんですね、はい、で、ただそれが多くの人の場合抑圧されちゃってるんですよ、はい、その創造性っていうものを出したらどっちかというとそんなのいらないとかバカにされたり、えー、っていうような歴史が僕たちの小さい頃からあるわけですよね なのでどんな人も想像的にだ小さい子って絵もう下手くそなのでも書くじゃないですか、うん、でもだんだん小学校中学校になってくると前しか書きたくなくなるっていうとこがあったりとかして、はい、そのまあ本もそうですよねあのブログぐらい書くかもしれないけど本当に想像的なこと書きたいときにちょっとブロックがかかるんですよねそのブロックをどうやって外したらいいのかっていうことを教えてくれるっていうことなんですうんじゃあ本当どんな人の中にも 眠ってるものが、うん、その何かのその方法で蓋が開くっていうようなことを教えていらっしゃるわけですね。うんうん、そうですねでそれをどうやったら創造性が引き出されるのか、えー、で人って創造的になったら人生が劇的に変わるので,、えー、で創造性っていうのは情熱的なエネルギーなんですよ。えー、なののでその情熱をどうやって引っっ張り出すのかっていうのと同義語なんですよね、えーうん、っていうのをもう聞いてもうますますえそれってどういうことなの <laughs> どういういことなのって知らないことばっかりだから。<laughs> はいで 考えてみたら僕もどうやらその創造性を引っ張り出すことによって人生でいろんな結果が出たのもやっぱり自分の中の創造性を爆発的に使えたからなんですよね。そうじゃないと140冊も本書けないですじゃないですか、うん。そういう意味ではその創造性っていうものをいかに引っ張り出すのか、でそしてそれと向き合うのかがその人生の,そのすっごくコアな部分から核融合を起こすみたいな。 え、それってどうやったら可能なのかって言ったら、それはやっぱり一日かかるって言われて <laughs>、ええ、みたいな感じだったんですけど。え。じゃあ、ここからがまあ、今回の本題になれるんですけれども、本田健がバーネット・ベイン監督から学んだ自分の中に眠るクリエイティビティを高める5つの方法ということで、健さんご自身がですね、学ばれたことということで、5つに絞って伺っていこうと思うんですけれども、例えばそれこそ年齢とか、 そのどんな仕事に就いてるかっていうのももう関係ないですよね、うん、今のお話を伺ってるとどんな人の中にもその閉じてる蓋を開けることっていうのは可能だっていうことですし、はい、クリエイティビティっていうものは眠っているっていうことですので、うんうん、早速健さんに伺っていこうと思うんですけれど、はい、まず一つ目のそのクリエイティビティを高める秘訣一、はい、つ目はですね、はい、こういつも楽しいことをする楽しいことをすると心がけるっていうのが僕は一つ目創造性を 引き出すすために大事なことだとだ思うんです、はい、例えば仕事をしてても楽しいやり方と楽しくないやり方ってあって、えー、例えば、あのー、すごいシンプルな話、えー、僕,は僕の書斎っていくつかあるんですけど一つの書斎は机をグーッとリフトする机柄ですねそうすると立って原稿を書くと全然また意識が変わったりだとかしてへ<ー>っていうようなちょっと同じことやってても楽しいことをするだけで全然気分が変わるんですよね。えー で、それもそうだし、例えば今やってることをこういうこと、形でやったらどうだろう。とても同じ原稿を書くのでも海辺で書いたらどうだろう。山で書いたらどうだろうと。あの、なんか自分が想像もしなかったとこで書いたらどうだろうっていうふうに、絶えず面白いことってないかなとか、楽しいやり方ってないかなってことを考える。うん、いつも自分が楽しめること、楽しいことを考えると、想像性ってのがアップするんですよね。<ー>はい、なので、いつもどんな時も楽しいことって何っていうのを考えるのは、僕はとっても大事な。 最初のステップだと思いますしかもそれはだから日常生活の中でっていうことですねそうそうそれはだから家事をどうやって今までとは違ったやり方でやるのかとかね、はい、そうやって考えるとより創造性が増しますよねはい。はい、そして方法の2つ目なんですけれども、うん、何でしょうか人は人を喜ばせようとするときに創造性が高まるんです例えばサプライズパーティーをしてあげるとか、えー あお子さんのためになんかこうちょっと人参をね変わった形に切ってみようとかなんか人を喜ばせたいっていう時に人は想像力を爆発すするんですよねなので皆さんもそうかもしれませんけど誰かのためのなんか結婚,結婚式のね2次会の余興をどうするとか部活とかでもなんかその前夜祭とかで盛り上がるじゃないですかであるいはやっぱりなんか誰かを喜ばせようとかみんなで一丸となってなんかやる時に人ってやっぱりこう想像性のスイッチがオンになるんですよね。 なのでお子さんがやっぱりお母さんの母の日のためにいっぱい飾り付けしたりとかするとこういう時に創造性って高まるんですよねだからお客さんに対してもお客さんをびっくりさせてあげよう喜んでもらおうお花あげたら喜ばれるかなとかハーブティーを出したら喜ばれるかなとかおしぼり出したら喜ばれるかなとかそういう形のそのなんかこう創造性っていうのはあの大事だと思います。うん なんか本当でもサプライズっていうのが本当にわかりやすい例えですよねえ、はいそ,ね、そして三つ目の方法は何でしょうか三つ目はですね自分の未来に好奇心を持つってことですね、はい、これどういうことかというと例えば退屈な人生を生きていると未来も退屈なんですよけれどももしここから創造性が高まってくると自分の未来っていうのは全然今と違った形になるわけですよね、うん 例えばだから自分が5年後海外に移住している姿を想像してもらいたいんです、うん、ほとんどの人たちは想像しにくいと思いますけれども想像あえて想像することによって全然違う回路があのオンになるんですよね。あその想像だけでイメージングだけで、うん、だ自分が海外に住むとしてどこに住みたいだろうハワイかな中国かなインドかなと思っただけでえー、インドで生活するってどんな感じかなとかと思うとグーグルで調べ始めたりとかしますよねはい それは実際にいくかどうか関係なく自分の未来ってどんな感じになっているんだろうっていうことを想像する、はい、それもありえないような面白い未来を想像するとその人の想像性のスイッチがオンになると思います。はあ、これ今のけんさん5年後っていうふうにおっしゃってましたけれど、はい、その未来の見定める未来っていうのはやっぱり5年ぐらいがちょうどいいところなんですか 相当変わってそうですよね。ねはい。人によっては<ー>例えば子供がね一人生まれてるかもしれないし、はい、結婚してね。えー、じゃあそういう意味ではまあちょっと先の未来として五年後に、はい、でもまた全然違う環境としてイマジネーションしてみるっていう。うん、そうですね。で五、ね、年経ったら人ってすごい変われるから、五、えー、年後のすごく変わった未来を想像すると。 なんか自分がそのひょっとしたらこんなことができたらひょっとしたらひょっとしてひょっとしたりしてみたいな形になるんだと思います。はいはい、はい。さあ四つ目は何でしょうか。四つ目はですね、普段してみないややってないこと、はい、普段しないことをやってみるってことをお勧めします。これ例えばどういうことですか。例えば一番簡単な話でいくと、うん、え普段バス乗ってるのを歩いてみるとか、あ,<ー>あるいはなんかえ違うえ服装してみるとか、はい、あんまり色,色目をね。 色を着ない人が色を着てみるとか人によっては男装してみる女装してみるっていう、まあ、やや極端なとこまで、うん、なんか普段やらないことやってみるとすごい面白いと思います、うん、それが結果的にクリエイティビティにつながるっていうことですか、うん、例えばあの女装してみると自分が男性だったら女性の感覚ってこんな感じだとわかりますし、えー、女性が男装してみるとちょっと気分が変わりますよね。えー、今私目の前にいいいるさんんかでですすよ <laughs> そうなんですか <laughs> 例えばそういうような感じでなんか自分が全く違うものを演じてみるとかっていう風なの普段の自分のモードじゃないようなところで感じててみるっうことですねそれはだから普段やったことないような感じのことをやるとまあノリを変えるってことですよねそうすると多分その今までこう刺激されてないところが刺激されやすいんじゃないかなと思います。 えー、そして5つ目の方法、まあ、最後の方法なんですが何でしょうか、はいえー、お金と手間をかけて無駄なことをやってみる。無駄なこと、はい、創造性っていうのはててが無駄なんですよ、えーはい、っていうのは例えば絵を描く、えー、こんなんしなくたって生活できるじゃないですか、はい、例えばね、えー、で歌を歌うとか物を作るとかっていうのは全て手間がかかるんですよ。多<あ>多分分くのものもは自分で作,作るより買った方が 値段が安い例えばクッキーでも自分で材料買ってきてやって自分の時給とか考えたらその,その辺で買った方が安いんですよ。<laughs> なので全ててのの創造性っていうのは基本的に無駄なことななんですなので一手間2手間3手間3手間かかってるものの方が創造性としては価値が高いんですよ。例えば 一流のシェフが手がけてるもんっていうのはどんだけ手が込んでるんねっていうような和食でもねうわーこれ何時間かかったかなっていうのを30秒で食べられちゃうわけじゃないですか <laughs> なのでじゃあ効率から考えたらね30秒で食べられるものを3時間かけていいのかっていうことですよねでもそれはそのコ,コストっていうかその何て言うんですか手間から考えたら合わないんですよ でも、それがいかに素晴らしいのかその創造性に人はお金を払うわけですよね。うんうん、そうやって考えてみたときにお金と手間をかければかけるほど創造性っていうのは実は開花していくんですよ。うん、で僕は例えばその作家になったきっかけは、はい、その家賃30万の、はい、自分専用の書斎を借りたんですね。はい、でそれで今まで寺田倉庫に預けてた何千冊っていう本をた全部。<laughs> その一つの一一つに全部、えー、本にしたんですよ壁,壁も廊下も。えー、でその自分があの今まで買い集めてきた本を全部読めるようにしたんですよね、えーで。そこに何ヶ月もこもってるうちに本が書きたいっていう本を書きたいっていう気持ちがこうムラムラ出てきて、えー、で本を書こうと思ったわけですけど作家になりたいっていうのそれまで思ったことなかったんですけど膨大な本と戯れてるうちに そういうい気持ちになったんですよねそれはいいくつぐらいの時ですかそれはですね、32から33ぐらいだったと思いますけど、<ー>そのまあ、僕はお金いっぱいありましたけど、それでも月30万、全く意味のないものに、なんかこう、お金をかけるっていうのは、すごいもったいない感じがしたんですよね。はい、月30万ってまたいろんなもの投資できますから、そういった意味で30万をドブに捨てながら、その、ただ単に僕は本を、あのそこでこう、椅子もいっぱい置いて、 リラックスする椅子となんかちょっと原稿を書く椅子と机もすごく特注のものを使ったりだとかして<ー>でそういう無駄なことを始めたんですよね。<ー>で机もその多分 IKEA だったら2万円ぐらいで売ってるじゃないですか僕は手作りの机を半年かけてその桜のねあの乾燥させたやつを僕のデザインで作ってもらったりだとかってそういう無駄なことを始めたんですよね。でも無駄なことにお金と時間と手間をかけるとやっぱ人って想像的になるんですよ。 だから文章を書くっていう意味でいくと、普通の安い1万円ぐらいの椅子に、1万円ぐらいの机で自分を書けますよね。あるいはスタバでも書けると思うんですけど、そうじゃなくてわざわざ自分が、その、自分の城として作って、まあこの辺なまかもその象徴ですけど、自分が素敵だなと思うようないろんなものを集めて、そして自分が好きなものに囲まれて、そのエネルギーを感じながら書くっていうのはまあ無駄だじゃないですか。別にこんなにいろんな高いものとかを、 その高いものとかいうか手羽の全部ここ基本的に手作りのものが多いんですけどはいそ,のそんなものを揃える必要は全く何もないのにやっぱりそういうものに囲まれてると創造だって毎回あのそんな話したりしますけど。 この場所で収録してるから生まれる空気感っていうのが例えばラジオのスタジオってとても無機質じゃないですかで閉塞感もあるしまた音も遮断するのでものすごくこう圧迫感というかなんかあるじゃないですか独特なそこで話してるのとやっぱりこういう調度品に囲まれて気持ちがよくまた私の研さ越しのバッグにはちょうど光に照らされてグリーンがこう気持ちよく入ってきてっていうところで話すのと違いますもんね。 でね、やっぱり快適さとか面白さとかワクワクって全部無駄なんですよ。<ー>そういう意味で、その、皆さんの中にクリエイティブになりたいって人がいたら、<ー>どうやって無駄を人生に作るのかってことですよね<ー>で。その無駄をいっぱい生み出す中に初めて創造性ってできてくるんですよ。ああ、そういうもんなんですね。はい。なので、あの、毎日節約ばっかりしてると創造性が死んでいくんですよね。<ー>なので自分の中に無駄を作る。<ー>無駄な時間。 何もしない時間も含めてあの効率とは全く違う世界に生きるってことをやると面白いことにそれがまた効率を思うんですよね。<ー>なので僕はそういう30万ずつ<ー>そういう無駄な家賃を払ってこれ何もならないけど<ー>とにかく僕は本を。 もう浴びるように読んでっていう半年1年ぐらいしたのかなそれから急に本がばっと書けるようになったので<ー>あの最初のうちは全く無駄でしたよね<ー>、うん、でもさい最後いろいろこうカメラを引いてみたらものすごい投資になったってことですよねということですよね、はい、しかも今こうして番組にもネタとしても話せるっていうことは <laughs> 確か<に>すごい経験ってことですよねそうですよねなので僕の面白い話とか例えばアメリカでその2年間あの大富豪の暮らしをしてみて まあ大体年間その4、5千万かかるんですけど大富豪の暮らしってどんなのかってやってみたいじゃないですかプールがあって映画室があって音楽スタジオがあってってどんな暮らしなのかなってやってみて初めて分かることもあるわけですよねまあ2年間でだから1億以上かかりましたけどでも1億円かけて初めて体験できるものっていうのもあるわけですよねでもそれが僕のネタになったりとかもしてるわけでですね だからその生活費を安くするっていう意味では、例えば500万とか300万でできたかもしれないけど、大富豪の無駄ってどう無駄なのかって。 いうのを体験してみたかったからやってみたんですよねえでもケイさん気になるのがそこまで生活のランクをグッて上げた時に、はい、いくら経験してみたいとは言ってもまた例えば日本に戻ってきたらそれなりのスペースになるわけじゃないですか海外と比べてもそういう時にこう上げたランクを下げることってできるんですか、はい、だからそれは何をもって大切かってことですよね例えば僕は創造性って意味で学んだのは あの時部屋が17個あったんですけど、17<個>その、結局家族がいる,いる部屋って大体100平米ぐらいだったんですよ。<laughs> あとは行かない怖いとかね、寒いとかっていうのがあったりとす <laughs> 怖そう確かに。そう、結局だから、その、まあリビングとキッチンと上の,あのダイニングとその寝室、<laughs> 寝室の前にまたリビングがあるんですけど、<え>まあ、その 4, 4部屋ぐらいしかないんですよ。ほとんどはもう廊下みたいな形で通過してたから、<laughs> だから今と実は生活してる大きさはあんま変わらないんですよね。<laughs> うん、でもそう、そういう意味で、<laughs> うん、あの、そういう無駄をやってみて初めて分かることもあるんですよ。なので、その時やっぱ家族バラバラになりましたしね。あやっぱそういうもんですかそうそうそう。<ー>っていうのは、あの、お互い家族でご飯集合っていう時、携帯持ってないダメなんですよ。あだって17部屋のね、どこかにいるか、あるいはいないかも分からないですよね。そうなんですよ。だから、その、僕は地下一階とか1階のこっちで、<laughs> うん、うちの奥さんがこっちだったら、 全部行くの5分以上かかりますからね。うん、家をはだーっと歩いても。はいはい。だそういう意味では、携帯でやり取りしなくちゃいけなくて、今どこと今どこって変な話ですよ、家なのに。<laughs> そう今どことああ、1回の。じゃあ、10分ごくに来てね、みたいな。<laughs> 家にすごい時間かかるんですよ、動画。<laughs> そういうふうなのをやってみて初めて、あ,ああ、こういう生活なんだなってことが分かって、やっぱ家族幸せっていう意味では小さな家に住まないと、その幸せになれないっていうので、あまあ娘が大きくなるまで小さな家に住んでたんですけど、またこれから大きなとこに引っ越すと思いますけど、まあそういった意味で、そういう,こう無駄もやってみて初めて分かることってあるんですよね。<ー>はい、そういう意味で想像性を高めるためには無駄が必要です。 そうなんですね、はい。自分のスペースが必要です。そうなんですね。はい。いきなり月三十万を稼げあの使えなかったとしても、一、えー、日だけでもいいじゃないですか。一、えー、日だけでもホテルで生活してみて、うん、本当に自分のクリエイティビティ、これ無駄ですよね。でもその無駄の無駄の環境とかエネルギーがその人の創造性を開発すると思います。んうん、なんかワクワクしますね。えー、じゃあ今日健さんに伺った。はい。 えー、本田健がバーネット・ベイン監督から学んだ自分の中に眠るクリエイティビティを高める5つの方法ということで、はい、ちょっとおさらいしますと、はい 1>, えー、1つ目いつも楽しいことを心がける、うん、これはまあ日常生活の中でできること、ね、ということですね、はい、それから2つ目は人を喜ばせる、えー、3つ目自分の未来に好奇心を持ってみるそして4つ目が普段しないことをやるいわゆるノリを変えてみるということですね。はい、そして最後の5つ目 お金と手間をかけて無駄なことをやってみる。確かにこの五つの方法を日常の中に何かこう取り入れてやってみたら、クリエイティビティってだって思わぬ方向から何かひらめきがね降りてきたりしそうですね。のその効率とかそういうのと全く違う世界に行くためには、<ー>今とノリを変えないとためなんですよね。ねついつい私たちは無駄をはは排除して省いて。うん 何が近道かってことを考えるんですけど、うん、創造性には近道ってないんですよ。そうなんですね。うん、で、またそういう無駄に見えるような、遠回りに見えるようなものが、そこにものすごいワクワクとかドキドキとかっていうのが詰まってるのかもしれないですよね。そうですね。なので、そういった意味で、まあ、これは僕が説明したことですけど、ーバーネットさんは多分ええー、ってびっくりするような角度から創造性について。 語ってくれるんじゃないかなと思います。はい、あのそれこそさっき健さんが自分自身でもその爆発的に、はい、あのそういうクリエイティビティを使って、うん、で今では140冊書いてるっていうお話でしたけれど、健、はい、さんが特に意識してそのクリエイティビティっていう意味で何かポイントを意識されてることはありますか？やっぱり自分の心を動かすってことですよね。感動っていうのは、えーえー、感情が動くって書きますけど、はい、その自分がワクワクする、うん 自分が楽しくなる自分がまあ悲しくなることも含めて自分の感情が動くことをやるようにしてますじゃあそれは別に自分があえてそういう選択を心がけるのも一つだし常にそういう環境っていうのを意識してるっていうことも含めてですかそうですね自分が退屈して何となくエネルギーがダウンしてきたなと思ったら自分が怖いこと<ー>うわって思ってしまうことをやるようにしてます。ね いやでも本当に聞けば確かにそれってお金とかじ時間の無駄なんじゃないかっていうところですけれど、はい、なんか人生はすごい豊かになりそうですね。そうだこれ、あのー、ご覧になったり聞いた方がね「は、えー、自分はこういう無駄やってみたいな」ってものはぜひやってみてください。えー、まあ5万とか10万とか、まあ、場合によって500万って損するかもしれないけど、えー、その分だけなんか面白いものが手に入ると思います。えーえー、ということで2月の11日に開催される「 バーネットベイン監督とケンさんのセミナーの詳細なんですけれども、えー、ケンさんの公式ホームページあるいはフェイスブックから確認していただきますのでそちらもぜひチェックしてみてください、はい、実際バーネット・ベイン監督からもクリエイティビティにおいてどういうことがお話が出るかっていうのもまた楽しみですねこれもそうですねまたあのディアケンの中でもね、はい、お伝えしたいと思いますけどはい、はい、よろしくお願いします <laughs> では最後に、はいえー、リスナーの方に向けてケンさんからメッセージをお願いします僕は20代、えー、会計っていうアーリー 最も想像性入、まあ、れちゃだめですもんねこれやっぱ借り方より違うのにしようみたいな駄目なんでそういう意味ではその最もかっちりしたところから35ぐらいから僕創造性の方に行ってそれから17年とかって来てると思うんですけどその創造性を使う人生と使わない人生だったら想像性を使う人生っていうの方がものすごく面白いで特に今面白いのは想定外のことがいっぱい起きるんですよね自分のの中ででもも起起ききるるし周りりそれはやっぱりこの なんて言うんでしょう。こう、ラグビーボールがこう転がるみたいに、右に行くのか左に行くのか分からない面白さっていうのが、創造性の中にあるんですよね。なので、想定外とか予期しない面白さっていうのは、えぇ、クリエイティビティを開発すると出てくると思います。なので、今普通の人生生きてる人も、創造性の蓋を開けたら、もう何が出てくるのか。もうやばいぐらい人生が変わってしまう可能性もあるわけですよね。はい。だからその2月のセミナーでも、 実際に参加者の人たちがいや自分のこんなふうにクリエイティビティが蓋が開いたことによってこんなのが開花してきちゃったっていういろいろ変化が起こりそうな感じがしますよね。そうですね。なのでここからまた本を書く人映画を撮る人歌を歌う人あるいは料理で何かやる人、はい、お店を持つ人、えー、ご自身のクリエイティビティが開発されたらどういうふうに人生が動くのかってことですよね。それはもうう人人いたら100人違うので 逆に言うと何年か後が楽しみだなって感じもするセミナーですね。はい。はい、ということで今回は、リハケンの特別編をお送りしました。ケさんどうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。